ツノアヤシゾクロットベリア LF は、イネカの植物の群。円柱状、あるいは平らになった棒状の果樹を作り、コボはその表面のくぼみに収まる。一年生の双本。恥田は膜質。果樹は、葉の脇から出て、柄の先には単一の草をつける。草は、円柱状か、あるいは、それが、平らになった形をしており、節ごとにコボをつける。コボは、 無柄コボとアリ柄コボの体になっており、ただし有柄コボの柄は一部、あるいはその全体が、カジ剰の柱軸と融合している。そのためにアリ柄コボと言いつつ、見かけ上で、柄がないように見える。また、房の表面には強いくぼみがあり、コボはそのくぼみにはまり込むようになっている。コボに脱ぎはない。無柄コボは、第一報映画、確出。 第2方 A は薄い角質。それらの内側にある第1小花の森 A と第2小花の森 A と内 A は薄膜質。夕柄コボは草質になっており、無柄コボと同じくらいの長さか、あるいはやや短い。学名はオランダの植物学者の CF ロット・ボアルにちなんだものである。旧世界の熱帯域に4種が知られる。日本には在来種はなく、 以下の種が気化している。円柱状の房を、単なし、夕柄こぼと、無柄こぼが体をなし、それが房の表面に張り付いている形になっている点で、共通するのが、牛の疾病族ヒーマースライアであるが、この群では体をなすこぼはほぼ同型である点で、異なっている。茶帽子の疾病族アリモクロアもそれらの点では、共通するが、この群では、夕柄こぼは柄を残して、ほぼ退化している。 またこの軍のものはごく小柄な多年層である。以下、大橋保果編、P94 初島、P712 初島、P712、ありがとうございます。